いよいよ出来上がりましたね。岡野&庄司、もう2人のお一人様、ね、そう華やかに生きるヒントね。もうやっぱりね、よくほらお一人様って言うじゃない。だけど一人じゃない人も別にいつかはさ一人になっちゃうんだからね。二人一緒にさなんかね、添い遂げてずっといかないもん。どっちかほらバラバラになるから。そう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 、ね、そしてこの岡野さんと私がなんて一人になったのかっていうのを最初の頃書いてあるのね。書いてあるよ ね。もう本当にそれで、ね、これね、うん、5章まであるの。そう5章まであるあってね。でもねあっという間に読めちゃうの。そうだ ね。岡野さんがね本当にシャープに喋ってるんだよね。庄司さんが温かく喋ってるわよね。もう本当になんか庄司さんの努力が、あのね私分かった。本当に素晴らしい努力をして、ね、この美声もこの健康も、ね、このやっぱり若さもなんか庄司さんには秘訣があったんだってことがよく分かりました。すごいね。岡野さんでアイスランド行ってきたからちょっと、ね、そう褒めてくれる。いやもうオーロラ見てきちゃったからね。オーロラ見てきちゃった。オーロラパワーで、うん、これ11月の29日発売で、ね、全国の書店で発売されますね。すごいじゃん、美淑女になるために、つまり私たちがもともと美淑女だってことじゃなくて、読んでいただくと、そうこれねニューワードなの。ただの淑女じゃないの ね。美しいが入っちゃってね。私たちもね美淑女目指してみんなで目指しましょう。そうなんかよく美魔女とかって言うじゃない、だけどね美淑女の時代がやってきますよ。そうそれでもね一人でも元気に生きるっていうのがいっぱい書いてあるから、いやもう本当にねこの女性としてなんかこう人生ここまで生きてきてね、で庄司さんなんか私よりもっと生きてきてやっぱりこうなんか学んできたこととかそれからこう人に伝えたいことっていうのがいっぱい入ってますよね。そう、じゃあ参考にしてくださるといいわね。もう本当本当1章から ね、5章まであるのね、60歳からは機嫌よく一人を生きる。これ第一章、これからの不安に備えるために知っておくべき9つのこと。これが第二章、第三章、快適に心地よく過ごすためのお付き合いのルール、これお付き合いのルールっていうのはね女性としてはとても大事なんだよね。大事ですよ、大事です。 そして、女性の幸せを味わい尽くす、すごい味わい尽くせっていうか、これって本当に私たちが60以上だからっていう話じゃなくて、本当にお若い方もぜひ読んでいただいたらすごく、ね、これから将来をなんか成功させて生きるのに、私たちの、ね、成功も失敗も含めていいヒントになると思います。そう思います、で第5章、自分らしい生き方で幸せになる。そうね、これがまたねなかなか難しいところなんだね、人まねこまねじゃなくやっぱり自分のこの生き方っていうのをもう早いうちからなんかラインを引いておくっていうのいいですよね。いいですよね、私たちなんかそんな引いてきたわけじゃないんだけど、振り返ってみるとなんかレールライン見えるよねみたいな。そうそうすると意外とね一人でもね長生きしてみようかなと思うかもしれない。いやもう本当に自信が持てますよ。なんか長生きする自信が、これね綺麗でしょ。ねこれバラよ。こんな素敵なね本当に、ね、なんか華やかにしてもらって嬉しいですね。嬉しいですね、ぜひ皆さん本当全国の書店で11月29日から発売開始なので、できるだけ早く行っていただいて、1冊と言わず、そうですね、2冊3冊もう買って人にお友達に差し上げて、そうなんかお菓子を持ってかないで人にはこの本を持ってっていただきたいですよね。よそへ行く時に手土産はもう私たちのねこの美淑女になるためにっていう本をぜひね、持ってっていただけたら嬉しいですね。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。新大人の時間、毎月多彩なゲストをお迎えしてお送りします。毎週水曜日お昼に更新します。チャンネル登録よろしくお願いします。